ヒカルイマイ、ヒカルイマイは日本の競争馬。後方一騎の追い込み戦法で、1971年のサツキ賞、東京優秀、日本ダービーに優勝し、中央競馬のクラシック2冠を制した。同年の最優秀4歳母馬。主戦騎手は田島良保。2冠獲得後、喫下賞目前で、屈建園を発祥し、2年休養後そのまま引退した。 バレエは当時の表記に統一する。生産者の中田自作は競争場専門の牧場主ではなく、一農家であった。米作の傍らで競争場を生産していたため、放牧地と呼べる敷地はなく、家族経営で手もかけられないため、光い舞は常に家の裏にある沢に放されていた。順地も全く行われず、こうした環境から、光い舞は非常に気少の荒い馬に育った。 父のシプリアには、今日では、本場や、透明の父として知られるが、当時はまだ差したる実績を挙げておらず、母、青春は、地方競馬で四戦未勝利のボンバ、さらに母系をたどると、五代母にミラという血統不詳の、貧馬にたどり着く血統だった。このために、光る今は純粋なサラブレッドと認められず、サラブレッド系種、サラ系とされた。 手ュの要素が嫌われて、回転がつかず、2歳児に上場されたセリー市でも、売れなかった。灰馬を引き取るトラックがやってくる日になって、馬主となる、友岡達夫が現れ購買を申し出る。光る今井の評価額は200万円であったが、友岡は、肋骨が1本陥没していることを指摘し、50万円減額の150万円。さらに、半分は競争場になったら改めて支払うとして、 半額の七十五万円で買い取っていった。競争年齢に達し、リットをトレーニングセンターの谷八郎級者に入ると、まず、倉置きなどの順地から行われた。その後、調教が積まれ、三歳十月に、田島両方安城にデビューを迎える。単勝五番人気という評価だったが、二着馬に小馬審査をつけて、圧勝、初戦勝利を挙げた。この時、 場所の友岡から生産者の中田へ、六骨一本分の五十万円が改めて支払われた。その後は二戦を連勝、続く京都三歳ステークス、オープン競争で二着とし、五戦三勝二着二回という、成績で三歳シーズンを終えた。明けて四歳となると、三戦目に出走した木更木賞において、重賞初勝利を収める。 その後オープン戦2着、スプリングステークス4着として、サツキ賞を迎えた。当日は単勝4番人気となり、後方から直線だけで先行場を抜き去り優勝。ジンバ共に初のクラシック制覇を果たした。続くダービートライアル NHK 杯も追い込みで、ダコタを首かして優勝し、6月13日の東京優勝に臨んだ。 この年の東京優春は、史上5番目に多い28頭の出走馬を揃え、行われた。光か舞は、サツキ商馬にもかかわらず、NHK 杯2着のダコタに、単勝1番人気を譲り、同2番人気となる。ただし、ダコタも、単勝オッズは4.7倍と絶対的な本命死を、されていたわけではなく、混戦模様を呈していた。安城の田島は、これが、 ダービー初起乗であった。当時、一般の競争よりも、はるかに多い頭数で行われていたダービーは、後方からレースを進めると先行爆運を裁くだけでも、大きな不利となるため、第一コーナーを10番手以内で回らなければ、かつてという格言があり、これが、ダービーポジションと呼ばれていた。しかし光る今井舞は、スタートで、立ち遅れ。 1> 第一コーナー通過時点で23から24番手という後方からのレースとなった道中は比較的スローペースで流れて後正面まで進み光い舞は第三コーナーでさらに遅れて後方27番手まで位置を下げたそして第四コーナーを回る際田島は光い舞を大外に持ち出し最後の直線に入った逃げた 芝草が失速したところを2番手につけていた藤本勝彦騎乗のハーバーロイヤルがかわして先頭に立ち、そのまま流れ込みを図る。その後方で光い舞は猛追をはじめ先行馬を次々とかわしていくと、そのままの勢いで一気にゴールまで走り抜け、二着、ハーバーロイヤルに一馬進4分の1の差をつけて勝ちを果たした。 直線だけで22頭を抜き去っての優勝は、過去に例がなく、ダービーポジションを全く無視してのレースであった。この勝利により、田島は23歳7ヶ月という中央、競馬史上最年少のダービーよキーとなった。競争後、ダービー初、騎乗初勝利の感想と、奇抜な戦法を取った理由を聞かれた田島は、初めてのダービーに乗るのではなく、光る今井に乗るんだ。 と自分に言い聞かせました。あとは、馬の力を信じて思い切って乗ってこよう、とそれだけでしたと述べた。これは後に、僕はダービーに乗ったんじゃない、光るい舞に乗ったんだという言葉に要約され、この競争と光るい舞が語られる際に、ほぼ必ず引用されるようになった。ダービーの後は3ヶ月の休養を取り、秋に復帰したが、初戦を三着。 菊花賞トライアルの京都新聞杯では急着に敗れる。その後は菊花賞を目標に調整されていたが、競争前に屈腱炎を発症し、長期休養に入った。その後は復帰の噂が流れるも、その頃にはダービー後から聞かれていた馬ッの名義が死疑惑などが、マスコミ記者などの間で頻繁に噂されるよう、なっており、復帰という話も伸び伸びになってゆく。 最終的には2年間の休養後、足元の回復が思わしくなく引退。北海道のニーカップ町で種ボバ入りが決定した。種ボバとしては、サラケという血統が影響し、サツキ賞、ダービーを勝ったニカンバにもかかわらず種付け希望は極端に少なかった。さらに誕生した3区に頻馬が多かったこともあり、生産者に敬遠され、これという活躍場のないまま、 1978年には種付けがゼロとなった。一時は予性が危ぶまれた時期もあったが、競争場時代に管理した谷八郎の計らいで、鹿児島県にあるハットリー牧場で年に数頭ながらも種付けをこなしながら余生を過ごした。また、同牧場が畜産も行っていたことで、光るい舞が土殺されるのではないかと懸念した一般ファン有志にいる。 光るルイマイの会が結成され、集められた金が年に数回、資料代として牧場に仕送りされていた。会から、種付け相手の購入資金が送られたこともあり、これを元手に橋浅切という品番が買われ、光るルイマイとの間に二頭のメスゴマを残している。1992年7月21日、心臓麻痺のため、ハットリ牧場にて死去。その死後、光るイマイの会が、 緊急時に備えて積み立ていた余剰金560万円が牧場に送られ、11月3日、道牧場内に母碑が混流された。後方一騎の戦法は電撃の差し足とも称され、光る今井の代名詞であった。こうした戦法を取った背景には、バグに入ると走る気を失うという生来の気象があった。四着に敗れたスプリングステークスは、サツキシに備えて、 先行策を試したが、結局は、馬が反抗した結果であり、これを受けて、田島は改めて、本番で追い込みにかけることを決めたという。2000年に、日本中央競馬会が行った20世紀の名馬、選定企画、20世紀の名馬大投票では、ファン投票により、第63位に選出された。また、2004年に、同会の広報誌、優秀市場で行われた。 記憶に残る名馬たちから、個性派ホースベスト10という企画では、5人の指揮者による、投票で1950年代から1970年代の、追い込み馬部門で、第1位ファン投票では、部門総合10位に選出されている。近親には、C.A.S., 大賀賞優勝、ランドプリンス、サツキ賞優勝といったサラ系のクラシックホースがなお、ね、ミラノメス系が、 波の純潔サラブレッドをしのぐ力を持っていたことを伺わせる。しかし1980年代以降急激に勢力を失い、現在生き残っているミラーの子孫はごくわずかである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。